どうも、おはこんばんにちは。ホビドワです。ドラゴンズドグマオンライン、プレイ再開していきたいと思います。さて、今回はとうとうですね、ボス戦というかね、大型の敵を倒していきたいと思います。そして、例によって、例のごとく、の実況は後付けですので、よろしくお願いします。あいつで、あいつ。前回じゃない、結構前に一回、戦ってみたんだけどね、前も言った通りかなり時間かかったんだ。てか倒せなかったんだよね。4分の1ほどステー HP を削ってアウトになったんだよな。戦い方もよく実は分かっていなかったからね。大丈夫だろう、今回こそ。こんなものでどうだろうか。ちなみにこの頭の角というか牙か、あれ、あの牙が折れるみたいだったので頭を集中的に叩いてるんですけど、結局どうなったのだろう。ちょっと戦い方を覚えているかな。ちなみに戦いに行ってる最中に気づいたんだけど、実は万全じゃない状態で挑みに行ったんだよね。かなりなんというか回復の薬とかを持っていけばいいのに持っていってないっていうね、持っていけよって話ですよね。ジャンプだ、ジャンプしないからこうなるんだ。やはりこちらのレベルも適正レベル、大体適正レベルなので結構ダメージが通ってますね。装備変えてないんですけどね、前回から。いやしかしボス戦は燃えるよね。お、光状態になります。光状態って言えばいいんだっけ。なんかそんな感じの何か。とりあえず揺らすぜ。やべえ、スタミナが終わった。しかしあれですね、今回このサイクロプスとスフィンクス、ヤングスフィンクス戦があるんですが、あそこに当たると思わないよね。ヤングスフィンクス戦が実はあるんですけど、ネタバレしてしまうと。今回2回でまた当たったよ。どんだけ下手なんだ。まあ、今回2人連続でバトルしたのですが、やはりこの適正レベルであるサイクロスは結構早めに倒せるんですけどね。まあ、ネタバレ倒しちゃうんで。さすがにね、ここまで来てやられたくはないからね。で、あと安全に戦ってるんですよね。今回怖いので。とりあえずプレイヤーが2人だけということもあり、もう1体は NPC ですよ。例によって例のごとくプレイヤーが2人だけということもあり、念のため安全策を取っています。ボスもね、実は初めて戦うボスだからね、まあ、チュートリアルというかのメインクエストでブラッドオブ関係のやつですね。でこいつとは戦ってはいるんだけどね、とりあえずどんな行動を取るかがわからないんで、もしかしたらちょっと違う行動を取るかもしれないからね。それが怖いので、とりあえず安全に敵の上に乗って攻撃したりとかしてるんだけど、もしかしたら、例えば、ファイターのスキルで自分ほとんど使ってないんだけど、その攻撃をちょうどガードすると、シールドで弾くことができるんですね、ジャストガードで。その子、それが結構攻撃力が高いんだよね。ただ、自分は全然使いこなせていないんだけど、それを試しにやってみてもよかったんですよね。ただ、現状ではちょっと厳しいかな、2人だと。本当下手をするとやられてしまうので、可能な限り使わないように安全策を取って戦っています。おいおい、そこら辺は何とかしたいところだよね。しかし全部のボスがそうだかわからないけれど、この光状態になった後2回敵を倒すと、まあ、落とすですね、厳密にはスタミナゼロにして落とすと、次の3回目が怒りにならないで普通の状態で戦うことができるんですよね。で以下繰り返しみたいな感じですね。他のボスも全部こんな感じなんだろうか。とりあえずは倒せているというかね、もう2回やれているからまだいいけど、敵によってはかなり厳しくなるんじゃないだろうか。実は次に戦うヤングスフィンクスが結構きつかったんだよね、倒すというかね、落とすのが。で、ちなみに今回この
攻撃職が2人しかいない、ハンドもう1人がね NPC だからなのかどうかわかんないんですけど、ちょっとばかり時間かかるんですよね、彼を倒すのに。と言っても十何分ぐらいだったのかなって思ったのですが、もしかしたら XP を稼ぐとかの場合はこういう敵を買っていた方がもしかしたら経験値の入りがいいのかもしれないですね。実際はどうなんだろう。やはり安全策を取って頭にしがみついて、とりあえずに飛ぶ必要はなかったよね、あのまま攻撃してればよかった感じ。敵が混乱というかスタンなのかなっていう状態になったんだけど、これなった理由が実はよくわからないんだよね。あれかな、攻撃を弱点に当てていると、連続して当てているとあれになるのかな、この辺わかんないな。おいおい試していかないとね。しかしやはりこういうボス戦は燃えるよね。敵の行動がパターンがわからないと特に個人的には燃えるね。こうなんだろう、敵の攻撃を避けつつ攻撃していくのはかなり面白い。本当こういうボスと戦うタイプのゲームって初回以降は若干作業的になってしまうからね、ここら辺は残念。しかしサイクロプスもおそらくこいつより強いバージョンのやつがいるのかな、強い個体ですね厳密には。あの前回のアイデル地下レビューでしたか、あそこを巡回してる30レベルの敵がいたじゃないですか。あれって何だったんだろう、サイクロプスだったのかな、俺よく実は見えなかったんですよね、前回ワンパンで沈んだからね。もしくは形的には姿的には似てたんだけど、ほらよくこういうゲームだと残念ながらあるじゃないですか、敵色違いみたいな感じで形状が若干違ったけど同じ敵扱いなのかな、行動パターンとかは。サイクロプスの強いバージョンかもしれないですよね。ほとんどスキルを使ってないよねバトルでは。本当にお出しさもしがみついたぞ。やはり2人だと本当にスタミナのゲージを減らすのが早いよな。今回も今回とて基本的には強攻撃をしています。やり方は単純に攻撃を1回、通常の攻撃を1回した後少し間を置いて攻撃するとあれになるんですよね。まあスキルで取ったやつですよね、飛ぶポイントで。こちらの方が断然攻撃力が高いんだ。ボス戦以外でも基本的にこっちを使ってるな。メインの通常の攻撃を使うメリットがあんまりなくなってしまったかな、これを取ってから。ただ通常の攻撃の方が出が早く終了するのも早い、隙が少ないって感じですかね。違いとしてはそんなところ。こういった倒れたボスなんかにはどちらかというと攻撃いいじゃない、強攻撃をした方が全然有効ですね。しかしあれだ、このボス戦時の BGM がすごいかっこいい。通常戦ってる時ほとんど BGM 残らないんだけど、この戦闘時終了間際なのかな、なんというか相手の HP が低い時に流れるんだろうね。この曲は本当にかっこいい。
いやー本当に曲とかって大事だよね、盛り上がるよね。特にこういった MMORPG 的なのは自分のまあなんだろう偏見かもしれないけど BGM って大体俺あんまり耳に残るの知らないんだよね。おっとこれがラストだと思う。しかし結構ダメージが入ってる気がするんだけど結構時間かかるよねやっぱり倒すのはね。10分12分ぐらいでしたねサイクロプス1体変わるのに。ほどほどに緊張感もあっていい感じだったけど1779の経験値プラス倒したことによって590ほど入手しましたね。喜びのままに飛び跳ねているオビドワさんで素材なんかレア素材っぽいよね。ちょっとあれですね喜びのあまりプレイヤー約2名がどっち狂っていますが仕様です。諦めてください。ダメだ危ない葉っぱでも吸ったんだろう。ファークライ3あたりのやつ。いい加減進めお前ら。ね、まあリアルでこれをプレイしたときはまあなんやかんや雑談しながらプレイしていたためこんな感じで何もやってないようなシーンもあるんですね。でまあここで次ヤングスフィンクス行こうぜっていう話になってどこかなって探したんですね。天を舞う翼なんてかっこいい名前のクエストなんだ。でまあレベル14なんだよね相手がこちら13なのに。まあ試しに行ってみようぜいうことで言ったんだけどね、まあ、ダメ元でとりあえず敵の行動パターンを知るという意味でもちょっと叩いておこうぜってことで道中にねこういうワールドクエストがあったからついでにちょっとやってた。なかなかジャストガードができないんだよね。前回も言った通りしばらくはエリアランクを上げるのが続きそうなのでついでにやっている。っていうかあれだよなこういうボス戦というかね大型の敵ってワールドクエストに指定されてるからいいよね。経験値がまずうまいし倒したらエリアポイントも溜まっていくから個人的にはすごくいい感じ。今すごい必要なんだよね。でちなみに隣に30レベルの何かがあったけどあっちは無視だ。君子危うきには近寄らずだ。うんちょっと違った気もするけどまあいいだろう。特に問題はない。この橋に出てくる名前付きの敵がよくわからないんだよな。名前付きの敵は何かしらのレアアイテムをドロップする確率が高いのだろうか。チュートリアルも飛ばしてしまったからな俺が。こいつですねこのピンチャーかで彼を倒しの得意に何も特別なものをもらっていない気がするんだよね。もしくはあれかな素材特殊な素材アイテムとかではなくて武器とかを落とす可能性もあるのかな。とりあえず2回ほど倒したんだけど特に意味がないっていうか特に何ももらえなかったね。まあ、いくつと道中にあるやつ倒しとこうぜ。気合入れていきましょう。で、取っていたパーソナルクエストショやはりオークソルジャーは倒しやすくなったね。本当に初回叩いた時はフルボックにあったからな。覚えているかい？あの井戸に入った時のやつら。確かそこ初回入った時本当ね敵のレベルがなんかクエストで見ると少なかったのに入ったら敵が思いっきり11レベルとかだったからな。あれはびっくりした。正直一人であそこをクリアする自信は全くない。今ならまあいけるんだろうけど
気をつけて。で、スフィンクスがそろそろ確か見えるはず。あいつです、あのグリフォンみたいなやつ。遠くで見たときはグリフォンだと思ったんだよね。完全にこいつも初回だからな、戦うのが。全く行動パターンがどんなのだか全然わかんなかったんだ。ここから登れないかってちょっとテストしてた。で、いざバトルだ。で、例によって例のごとく安全策で後ろへ捕まる。で、攻撃しているんだけど。で、ここで気になったのが、さっきのサイクロプスみたいに、こいつもどこか飛ばせる部位があるのかな。今回実は見つけられなかったんだけど、もしかしたら羽とかが壊せるのかも。そしたら飛びにくくなったりとかするのかな。そしたら実はすごい助かる。まあ、この後ね、すごい飛ぶんだよ、こいつ。飛びながらぐるぐる回ってるんだ。それこそ一昔流行ったベイブレードみたいな感じでぐるぐる回り始めるんだ。本当に勘弁していただきたいところ。で、やはりこいつがレベル14ということもあったのかもしれないけれど、こいつは特に倒すのに時間がかかった。それこそさっきのやつが10分15分ぐらいだったら、こいつは20分から25分ぐらいかかったかな。かなり多かった。そしてこの収録をね、何を思ったか夜中に収録してるんでね、仕事帰りに。なのでこのなんかいろいろ言いながらめちゃくちゃ眠いぜ俺。ダメなやつ、ダメなやつ。なぜ今やろうと思ったんだ。やりたかったんだよ。大田氏さんがちょっとやられました。こいつめちゃくちゃ攻撃力が高いんじゃない、このヤングスフィンクス。っていうか、攻撃力が高いんじゃなくて、俺と大田氏さんが、実はちょっと先を急ぎすぎていて、装備を整えずに来てるんだ。俺なんて多分8レベとか7レベの装備混合して使ってるんだよね。大田氏さんもそんな感じっぽい。で、とりあえずこいつを倒してからね、そこら辺どうにかしようと思ったわけだ。とりあえず揺さぶりまくってどうにかスタミナを消費させなくては。こいつのこの飛んだ後にこのやっている突撃みたいな、あれめちゃくちゃ HP を奪われる。レースとして見たくはないけど、おそらくこちらの防御力がまだ低いからだと思うんだ。結構ボコボコにされてるよね。この眠らせるっていうのもきつい。パーティーでいるからまだね、助けてもらえるけど、薬とか、そういえば寝てる睡眠は薬で溶けるのかな。それとも事前に飲んでおかないといけないんだろうか。で、大田氏さんがもう一回倒れた。ドンマイ。いやー、パーティーだといいよね、本当に。無制限に仲間を助けられるからね。で、エミリアさんもダウン。こいつ本当に攻撃力が高い。で、さっき装備の話をしていたけど、仲間のポーンのエミリアさんはもっとひどいぜ。あれ多分1レベとか3レベの装備使ってるんだ。バンドに至っては間違いなく1レベだった。この前やっと通り替えることができたんだ、かわいそうに。前回も言っていたけど、お金がないからね。このバトルが終わったらちょっとクラフトで装備を作っていかないと。めっちゃ飛んでる。降りてこい。本当、大田氏さんがいて弓矢で攻撃できるからまだいいけど、俺何もできないんだよね、飛ばれてると。尻尾を攻めて掴んで上へ行くことができたなら使ったんだけど。この程度、何でもないの。
で、こいつのウィークポイント頭なんだよね。頭に当てられる自信がない。とりあえず引っ掴んで登って頭を当てようとはしてた。ただ多分頭真正面にいるといくつかのこいつの攻撃がヒットするんだよね、こちらにも。なんでそこら辺がきついかな。とりあえずウォー出しさんを手伝おう。まだ間に合うか。間に合った。でまたエミリアがダウン、オーダーシスさんもダウン。こいつのこの突は本当にかなりダメージが入る。なんとかしなくては。ここでめちゃくちゃ俺もこのままだと死ぬのではないかとめちゃくちゃビビっていた。こんな感じ。まあなるだろうねと思ってたんだ。ワンダウンぐらいはねしょうがないさ。すまないオーダーシスさんで回復してもらったんだけどね。本当にすまない。で、とりあえずエミリアを全員で叩き起こす。二人だと本当に復活させるのが早いよな。こんな時に本当にもう一人ね、プレイヤーがいたら本当に助かったんだけど、シールドステージとかいたら敵の攻撃を引きつけている間に俺が他の奴らをね、復活させに行くんだけど、もしくは逆に俺がやられてる時は大田さんに復活させてもらえるんだけどね。さすがにさっきみたいな感じで2人ともやられてしまうと攻撃がこちらに集中するのでなかなか助けに行けないね。てか助けに行けるんだけどさっきみたいにやられる感じもこともあるからね。っていうかいくらなんでもさっきの敵の攻撃力が高すぎる気がするんだが、やはり俺の装備が整っていないんだろうな。なんとかしなくてはな。そこら辺そこに小屋があるんだが家だったのかな。かなりもうね揺らしてきているね。ああまたやられてしまった。倒れてるときヒットしないっぽいよね。今踏みつけ食らったにも食らったのにもかかわらず時に何もならなかったかな。大出しさんにここは任せよう。危ないので、エミリアさん回復をお願いします。サンキュー。例えばこの回復する量ってやはりエミリアの魔法攻撃が高いと回復量上がるのかな。ここら辺ね試してみないと。しかし本当にこのプレイ時は1体とか1人ぐらいプリーズとかいないときついな。本日2回目、こいつは本当に時間がかかる。結構ダメージ量的には多い気がするんだけどね。こいつの HP が異常に高いのかな。と言ってもこいつがレベル14で、見たところクラフトで次に作れる武器がレベルちょうど14なんだよね。ファイタークラスのやつですね。まあそれも攻撃力50程度上がるだけなんだけど、だからかもしれないね、倒すのが遅いのは。オーダシさんのは確か13レベルだったかな。でもう次の武器が買えるみたいだよ。ハンターですからね。こちらは13レベルで盾解放、14レベルでやっと武器解放という感じですかね。ファイターだからか、もしくは盾を使う職だからかは分かりませんが、とりあえずメインウェポンのやつは後のレベルでもらうようになってますね。14もらうっていうか作んないといけないんだが、
最悪ね。でめちゃくちゃ打ってるよね、エミリア。しかしビーストの方が敵のアグロを稼ぎやすいのかな。しょっちゅう狙われてるんだね、エミリア。しか見た感じだとあれだけど、ヒールを使われると使うとっていうかね、使うと敵のヘイトが溜まるのかな。ヒーラーを攻撃し始めますね。回復はしょうがないか。今回は特にもう なんというか起用することがあんまりないんですよ。このままちょっとスフィンクス戦が長引いてしまう感じなんですね。なので実況ここら辺で今回はカットさせていただきます。このままスフィンクス戦をお楽しみください。でその後ね、実はクラフトをやりに行ったんだけど、エミリアがまた倒れた。エミリアが また倒れたよ。本当防具整えてあげないと、かわいそうに俺が不甲斐ないばかりに。でまあこのスフィンクス戦の後々クラフトに行ったのですが、その詳細は次回あたりで言わせていただきます。そうなんだ、実は次回も後付け実況なんだ。しょうがないね。おそらくパーティープレイをしているときは後付けが多くなるかなと思います。やはりスフィンクスは長引くな。さてではちょっと早いのですが、今回はここまでで、このままスフィンクス戦をお楽しみください。さっきも言ってね。ではまた次回でお会いしましょう。ホービドワでした。